日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト。今日はいろいろな仕事について、その2。はい、皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんはかもしれないですね。よろしくお願いします。日本語コンテッペイの時間ですね。よろしくお願いします。前回仕事について話しました。いろいろな仕事がありましたね。小学校、中学校、高校、大学の先生、ね、あとは日本語の先生、そして、英語の先生、ね、いろいろな国の言葉の先生がいます。中国語の先生、韓国語の先生、ね、そして、消防士、ね、ファイアファイターとか消防士とか、救急隊員、ピーポーパーポーとか、まあ、あの看護婦、お医者さん、看護師、看護婦、あと最後は何の話をしたかな、魚屋さんとか八百屋さんとかね、いろいろ話しましたね。その続きですね。他どんな仕事がありますか。例えば普通の会社員、日本語だと会社員というのは、オフィスワーカーのことですね。会社というのはカンパニーですね。そこで働く人たち、普通はこれは、オフィスのことです。なのでオフィスワーカー、ね、このことを 会社員と言いますね。会社員。そしてその中、その中で、ニックネームというか通称というか、インフォーマルな言い方ですけど、サラリーマン。サラリーマンというのは男の人ですね。で、女の人のことを、OL と言いますね。OL。ね、OL というのはオフィスレディのこと。OL って言ってるんですね。だから会社員の男の人をサラリーマン、女の人を OL、ね、L っていうのは L のことですね。OL と言ったりします。言ったり言わなかったり、かなりインフォーマルな言い方なので、サラリーマンはよく聞いたことありますね。でも OL っていうのは言います。今でも使いますね。あとどんな仕事がありますか。あと大工さんね、大工さんというのは、ビルダー、ね、コンストラクションワーカー、大工さんとか、建設業とか言いますね。建設の仕事、ね、建設コンストラクションですね。あとは何かな、漁師、フィッシャーマン、漁師とか、工場で働く人のことを、工場で働く作業員とか言いますね。作業員、工場の作業員、あとは工場で働いてますとかね。あと車の整備士、ね、カーエンジニアの車の整備士といったり、たくさんの仕事がありますね。たくさんの仕事、 IT の仕事とかね、 IT プログラマー、これはほとんど英語で大丈夫です。 IT のエンジニア、システムエンジニアとか、コンピュータープログラマー、プログラマーですとか、あとは、マーケティングで働いてますとかね、セールスですとか、ほとんどは英語の言葉が元になってますね。ヒューマンリソース。ヒューマンリソースは、人事ですね。あとはいろいろ他にも仕事あります。これはまたどこかでやりたいと思います。それではまた、またまたまた、バイ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 。